タウンニュース、春は別れと出会いの季節。スベツ町でこの春から働き始めたフレッシュマンと、新たにスベツ町に誕生した施設を一挙大公開します。スベツ町役場では今年度6人の職員が新たに働き始めました。最初にご紹介するのは、ゴミや資源物、ペット犬の登録を受付する住民企画課に配属されたフレッシュマン、橋本俊樹さんです。サルマ町出身の橋本俊樹です。よろしくお願いします。趣味は特にないんですけど、特技としては、小学校からずっと続けてたサッカーが一応特技になるかなと思います。でもやってることが本当に楽しいっていうのと、見てる人も楽しめるスポーツだっていうふうに思ってますし、ボール一つあれば、言葉とかそういう壁はなく、できるのが魅力かなと思います。一日も早くいろんな仕事を覚えて、先輩方だったり上司の方の、重荷にならないように、スベツ町民の方々のために、一生懸命頑張りたいなとは思っています。続いて町民の健康に関する窓口、保健福祉課に配属された穴吹葉月さんです。スベツ町出身の穴吹葉月です。大学で札幌に進学して、北見赤十字病院に5年間勤めて看護師 で、その後保健師になるために戻ってきました。もともとスベツ町で勤めようと思って大学に進学したので、夢をこれから叶える予定になってます、趣味は一応読書と、あとフェスに行くことです。ライジングとか、あとライブとかが好きで、町の人一人一人とお話をして元気を分けられるような保健師になりたいなと思ってます。スベツ町の役に立てる人材になれるように頑張りますので、よろしくお願いします。道路、河川、石のことならこちら、建設課に配属された森田亮介さんです。こんにちは、グネプ町出身の森田亮介です。今18歳になりました。趣味は映画鑑賞で、特技はドラムです。ドラムは、小学校5年生から中学3年生までやってたんで、5年間ぐらいやってました。役場職員って結構難しい仕事だと思うんですけども、一生懸命頑張りたいと思ってます。よろしくお願いします。同じ建設課でもう一人、岡田多門さんです。北見出身の岡田多門です。趣味は、休日の買い物で、特技はラグビーです。高校の頃は北見北斗高校でラグビーをやっていました。これから津別町役場の一員として精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします。役場の契約や財産の管理を行う総務課に配属された白尾悟さんです。こんにちは、津別町出身、白尾悟です。趣味は子供たちと一緒に相撲をしています。自分で相撲を取って試合に出たりもしています。いろんなところの地域の仲間と一緒に触れ合えることが一番の魅力だと思ってます。これから津別町のために一生懸命仕事を頑張っていきたいと思ってます。どうぞよろしくお願いします。津別町の林業を担当する産業振興課に配属された鳴海岳さんです。はい、北見市田野町出身、鳴海岳です。趣味はスポーツをすることですね。特技もスポーツですね。はい、そうですね、球技全般は好きだったり得意だったりしますね。そうですね、野球、バスケットボール、バレーボールなんかは結構好きなのでやりたいですね。はい、高卒の採用ということで、役場内でも最年少ということで、積極性と、学ぶ意欲を忘れずに、これからの仕事を励んでいきたいと思っています。
そして津別町社会福祉協議会のフレッシュマン二階堂しおりさんです。お願いします。はい、札幌出身の二階堂しおりと言います。趣味はドライブをしながらカメラでいろんなところの風景だったり美味しい食べ物を取りに行ったりすることで、特技は少しお菓子を作るのが得意です。特に津別は本当に地域の皆様だったり関係機関役場の皆さんですとか施設の皆さんですとか本当にいろんな方々と足並みを揃えて頑張ろうというところにすごく惹かれたのと、あと皆さんがとても生き生きとして働いていらっしゃる様子を見て私もこのような場で実践をしながらどん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 成長していきたいなと思い願願書を出して、それで採用となりこちらに配属となりました。地域の皆様に寄り添った存在でありながら皆様を支え、私が支えるだけじゃなくて共に歩いていけるような人間になれればなと思っております。続いては町の安全を守る津別消防署のフレッシュマン富岡航さんです。釧路町出身富岡航です。趣味特技はパワーリフティングです。練習を日々重ねて自分の限界を超えたとき、重りの更新をしたときが一番達成感、嬉しさがあります。津別町の町民の皆様の安全と暮らしを守るために津別町の先輩方と日々一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いします。以上8名のフレッシュマンをご紹介しました。続いて4月に誕生した町の新しい施設をご紹介します。4月20日にリニューアルオープンした木材工芸館、愛称がキノスになり子どもたちが通年遊べて学べる施設に生まれ変わりました。オープン前には子ども園の子どもたちが招待され元気な遊び声が響いていました。を使ってもらって、この木は何の木なんだろうなとかっていう学習も含めて、木に触れ合っていただければと思ってます。そして4月26日にプレオープンする上里地区にできたのんのの森ネイチャーセンター、森の入り口にある開放的な施設でカフェも営業される予定です。4月26日にテープカットをした後、プレオープンという形でゴールデンウィーク中オープンしまして、すべてのメニューが出揃うのがグランドオープンとして6月の16日に、イベントを予定しています。津別の良さをどん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 深掘りしていける、場所になるといいなと思っています。さらに去年から町が進めてきた道東エリアリノベーションプロジェクトで採択されたコワーキングスペースジンバがカフェを開業。レンタルスペースとしても幅広く利用できる町内で唯一のコワーキングスペースです。リニューアルした施設や新しくできた施設、さらに庁舎の建て替えも迫る津別町は激動の時代を迎えています。それでは津別町のイベント情報です。この番組は津別町がお送りいたしました。